何中かをしてるん、今田美桜が別人級激変。突然のくしゃかをショットに驚きの声。女優の今田美代26が20日までにインスタグラムを更新。別人級の金煙を公開し、ファンを驚かせている。この日、スマイルを模した二つの絵文字を添えて、遠目から撮影されたポートレートを公開した今田。 写真の彼女はエレベーターらしき銀色のドアの前に立ち、顔をくしゃくしゃにした微笑みを浮かべている。撮影シチューションには一切触れられておらず、なぜそんな何なんとも言えない表情をしているのかも全く不明だ。一見して今だとわからないほどの表情の激変ぶりに、フォロワーからは、何中顔してるん、え誰いや、どうした と同様君の声が続出。一方で何、何かわいすぎんだけど。みおちゃん、くしゃ顔でもかわいいなんてずるい。す、スきー。オフショかなストレートの髪型もお似合いだよ。反則その表情、赤ちゃんみたいかわいい大好き、普通にかわいすぎる天使、といった好意的な反応も多数寄せられている。 今年は、ラストマン全盲の捜査官 TBS 系トリリオンゲーム TBS 系一番好きな花フジテレビ系とサンクール続けての連続ドラマ出演で注目を集めた今だ。すでにドラマ、映画、CM とあらゆるメディアに引っ張りだこの彼女だが、来年はさらなる飛躍の年になること間違いなし。